今日は機関士トーマスのいろんな乗り物セットと、あとはミニミニトーマスを開けてみたいと思います。さあ、よいしょ、ま、はい、出てきたよ。トーマスの仲間たちが書かれたバスだね。最初はトーマス直球っていうバスだね。で、次はこちら。これはなんだ？トーマスの顔がついているけれど、で、なんか、どうやらこれは幼稚園バスだね。よく見るような感じのバスとトーマスをくっつけるような感じになってるよ。今度は機関車トーマスの電車だね。パッケージにいろんなトーマスが書かれてるよ。で、裏の方、これはちょっと動くね。これで、右に左で曲がれるみたいだよ。長いよ、しかも。走らせると、こんな感じだよ。トーマスのバスも、いい感じに走るね。じゃあ、この電車は、ちょっとこの辺だと走りにくそうだな。次はミニミニトーマスを開けてみるよ。ミニミニトーマス3の第4弾だよ。開けてみるね。何が出るか、みんな。出てこない。カードが出てきたと思ったら、こっちの方に、はい、こんなのが出てきたよ。なんだこれ。よーし、2つ目を開けてみるよ。何が入ってるかな。よいしょ。おっと、今度は、あ、トーマスだね。超紫、紫色っぽいトーマスが出てきたよ。もう1つ開けてみるよ。何が出るかな。さあ、開いたぞ。何が入ってるかな。よいしょ、またなんか出てきたよ。これトーマスなのかな。ちょっとまだ種類見てないからわかんないんですけど、はい、こんなの出ましたよ。さあ、もう一つ開けるよ。何入ってるかな。はい、出てきたぞ。今回も同じような感じの、お、まだこれもトーマスではなさそうだなと。なんだろうこれ。何が入ってるかな。おい、出てきた。あー、ダブリだー。ダブったー。今回出た6番はモニスターってやつかな。ちょっと英語は読めないからわかんないけれど、はい、これはなんかキャラクターの名前あるけどクラシックですね。ちょっとわかりません。ごめんなさい。はい、そうね、これなんか炎っぽいような模様が入ってますね。名前がさっぱりです。最後のこれコーンスタジオンですかね。なんかもうボルトがすごい感じになってる。面白い。はい、では今回5つ開けて、2つかぶりでした。それではチャンネル登録と動画の高評価よろしくね。